リモートワークをしていく上で、なんかこう、重要なポイントだったりとか、導入していく上で気をつけといた方がいいことだったりとか、あればちょっと教えていただきたいなというふうに思うんですが。朝礼しようよっていうことをお勧めします。時間的なメリハリもつけるし、括弧もちゃんとしないといけないっていう意味で、そのメリハリがつくっていうのがあって、結構僕はこれをお勧めしてるんですよ。はい。今日も始まりました。レスポンスチャンネル。マーケティングこそ社長の仕事だ。ということですね。今日はちょっとコロナということで、まあ、自宅からですね、自宅とオフィスという形で、まあ、今日は北岡さんをお招きして放送していきたいと思います。北岡さんはガスなんですね、それはね。え、後ろは廃棄でもオフィスなんですけど、自宅なんですね。そうです。これはもうがっつり自宅で、最近流行りのというか。見れるんですね。そうです。ズームは結構、この背景が変えれるというか。はい。あるみたいなんで、ぜひぜひ使っていただくと。知らなかったですね。あ、本当ですか？まあ、知らないです。なんか初期設定でもうなんか変な宇宙とかがあるんですけど。あとはなんかその自分の写真に入れたりとかもできるっていう。そうなんや。なんか電波少年の背景とかにすればいいんじゃないですか。電波、あ、確かに。ちょっとわかんないですか。あの、あれですね。顔だけが出てるやつですよね。そうそう、多分おじさん世代にはたまらない。確かに。で結構似てますよね、そのなんか、ぼやけ方というか、電波少年の。周りがなんかちょっとね、あれですもんね。うんうん、確かに、はい。そうですね。確かに。はい、そうですね。じゃあ、蔵書見えて恥ずかしいです、ね。広い本とか置いてないから心配なんです、ね。いや、置いてないでしょ。太そうな本しかないですよ。はい、そこで、意外とそうでもなかったりするんですよ。あ、そうなんですか。この辺にある、この漫画、これ漫画ですからね。あ、マジっすか。これ、あの、表現物っていうのなんですかね。まあ、どうでもいいんですけど。今日は、まあ、僕は自宅からこう、お届けさせていただいてるんですけど、まあ、実際その、はいはい、あの、まあ、ダイレクト出版で、まあ、リモートワークというか、まあ、会社に行かずに、まあ、ネットでこう、リモートで働くというところで、はい、まあ、実際、北岡さんも15年ぐらいされてるっていうので、お話を伺ってますけど。はい、まあ、起業してからずっと僕は、テレ、まあ、リモートワーク、今最近はテレワークってことが多いから、うん、テレワークないって言ってますけど、テレワークですよ、リモートワークですよ。あ、初めてもうすぐってことですか。じゃあ起業した時だとオフィスなんか構えてない。ああ、そこから始まってるけど、だからノマドっていう言葉が出てくる前からノマド生活をしてて、そこからまあもちろんうちはまあ人も増えてだからして、そのスタッフもいますけど、基本的に、事務所でみんな集まってオフィスで集まってっていう仕事の仕方はしたことがないので、一部がだけが集まって話したりとかはあります。だからうちのオフィスは未だにすごい小さいですし、そんな大きくないですし、うん、そのダイレクトさんみたいなそんな立派なオフィスじゃないですよ。その背景の後ろにはテーブル1個は入るからぐらいのぐらいです。え、じゃあ会議とかはその実際ウェブでやられたりするのも多かったですか？ウェブでやることもありますし、あんまりだからうち会議しないんですよ。あ、そうなんですね。しないしないです、うんうんうん、はい。時間が無駄やっていうのが基本なので、うん、会議だとかっていうのがあって、はい。うんうんうん、なるほど、なるほど。今日はこのリモートワークについてちょっとお伺いしたいと思ってるんですが、はいはい、まあ、実際にその、はいはい、これからこう取り入れていこうとか、まあ、コロナで取り入れないといけないというか、取り入れ、まあ、そういうところ多いですよね。今、そういう相談もすごく受けてますね、うちもね。はい。で、まあ、実際僕もこう、リモートというか、まあ、このコロナが始まって1週間、まあ、10日、2週間ぐらいですかね。あの、家から出てないというか、うん、会社に行ってないっていう感じなんですよ。はい、で、はい、まあ、そうしていくと、こう、なんていうんですかね。結構、普段の仕事よりもしんどいというか、うん、やっぱ人と顔を合わせたりとかしないんで、はい。結構しんどいなって思うことがあったりとか、あとまあ、どうでしょうね。っていうのがあったり、うん、こう、あとそのマネジメントしていく上でメンバーがこう、うん、実際にその顔を合わす機会がなかったりとか、ね、まあ、何してるかわからんだったりとか、うん、っていうのが、まあ他の社長さんの方だったりとか、まあ経営者さんの方でも多いんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、実際これリモートワークをしていく上で、なんかこう、重要なポイントだったりとか、導入していく上で気をつけといた方がいいことだったりとか、あればちょっと教えていただきたいなというふうに思うんですが。あの、まあ、なんかどういうふうにツール使うのかとか、そんなのはね、まあ、いっぱいネット調べてもらえれば出てくると思うので、それはまあ、放置しておくとしても、例えば、一番結構僕がお勧めしろ話があって、何かっていうと、それは、朝礼しようよっていうことをお勧めします、今。朝礼ですか？
はい、特にテレワークに慣れてない、そのリモートワークに慣れてない会社に関しては朝礼しましょう。こうやってズームでみんなで集まって朝礼するっていう。うーん、朝時間決め、別に9時じゃなくても10時11時でもいいですよ。時間決めて、そこで朝礼しましょうっていうのを今推奨してるんですよ。で、なんでなのかっていうと、まあ、まず1個はやっぱり、今までこうコミュニケーション密に取ってきたのに取れないっていうことに対してやっぱすごくストレスが感じやすいっていうのが一つ、うん、でそれ以上に、こういうふうにビデオ撮られるって分かると、例えば格好を気にしたりとか髪型気にしたりとか、多分これ豊井さん今ちゃんとスタイリングしてるけどしてないでしょ多分。まあミーティングなかったらそうですね、しないでしょ、はい、っていうことなんですよ。これあんま良くなくて、実際、海外とかで、今まあ、それこそ家に閉じこもってる人たちいっぱいいてるわけじゃないですか。うんうん、で、彼女らが結構鬱になるっていうのがあって、で、精神科医とかがみんな勧めてるのは、メイクしましょうって勧めたりしてるんですよ。へぇ、うんうん、そういうふうに、その、一点そのメリハリを、服装とかちゃんとするって、そのメリハリを整える、メリハリをつけることによって、その精神を整えるという効果もあるわけですよね。なので、その、決まった時間に朝礼をするっていうことで、時間的なメリハリもつけるし、格好もちゃんとしないといけないっていう意味で、その、メリハリがつくっていうのがあって、結構僕はこれをお勧めしてるんですよ。だから、たったこれだけのことなんですけど、そうすると顔も合わせることができるし、メリハリもつくっていうので、結構、いい循環になるんですよね。もちろん、それ以外でずっとびっちり縛って仕事するわけじゃなくて、その時間だけは、集まって15分とかね、話を。うん、まあ、本雑談でもいいですよ。全然、例えば、お子さんがいてて、子供がいてて、そんな会議はできへんとかっていう方もいらっしゃるんですけど、全然よくて、子供が登場してもいいです、全然。登場してもいいから、ちゃんとした格好を、特に決まった時間に会うっていうことをやっていこうっていうことですよね。これが多分、これからテレワークとかリモートワークを導入したい会社にとっては、一番僕は重要なことだと思ってます。ちなみになんでそれがこう一番こう重要だっていうふうにこうおっしゃられるというか、うん、いやまあだからいろんな何ていうかそのテクニック的なことはいろいろあるんですけどね、はい、結局テレワークで一番重要なこと、リモートワークで一番重要なこと、難しいことって人の管理なんですよ。自己管理なんですよ。で、それをどうやってやるのかってことですね。で、自分でビジネスとしてる人は、多分自己管理しなさいってある程度する、できるんですよ。でも、従業員は従業員なんですよ。で、ことは人に管理してもらえないとダメな人たちなんですよって言い方、ちょっと悪いですけど、ある意味その管理されることに慣れてる方なんですよね。で、一切管理しないで自由に仕事をしていいってなると、逆に戸惑うんですよね。で、何らかのその、形を作ってあげることっていうのが、すごく、いいんですけど、例えばそこでマニュアル作りましょうとかいろいろ方法あるんですよ、うん、でも今からマニュアル作るのかとかって話じゃないですか、うんうんうん、時間かかって間に合わないんですよね。だったらまずは朝礼から始めましょうっていう、まあ、一番導入しやすくて仕組みになりやすくて、まあ、いろんなデメリットを消し去ることができるのがこの方法っていうことなんですかね。なるほどなるほど。実際にその導入された企業さんだったりとかもやっぱり いらっしゃるというか結構変わるみたいな感じですかね。聞いてもらってますね。どんな感じですか、その導入されてからというか、なんかあったりします？どんな感じ、まあ、ほとんどの場合は一回導入、リモートワーク導入しました、導入したんだけども結局なんかしっくりこえへんとか、あとその社長さん自身ないしはスタッフが結構しんどそうにしてるとかっていうのを聞いて言ってたので、でもこれをやるとやっぱりすぐ雰囲気一変するんですよね。だからすごくなんか評判はいいというか、うん、まあちょっとしたことですけど、あ、これだけでも全然違うんですねっていうのは感じていただけてますね。確かに僕らも最近というか先週始めましたね、金曜日から。あ、そうなんですね。はい、朝集まる朝9時に朝礼、本当に朝礼やろうかっていうのでやったんですけど、やっぱめっちゃいいというか、いいですね。いいです、いいです。なんか、ぜひおすすめですね、本当。みんな生きてるみたいな。みんないるみたいな。体調聞いたりとかね、できるんで、いいと思いますよ。顔合わせて大事だと思いますね、本当。日本人とか。そうですね。普段からこう、
実際によく顔を合わせるというか習慣がありますもんね。だからむしろだから朝礼で何喋ったらいいのと思うかもしれないんですけど、雑談すればいいですよ、時間決めて。大事だと。ちなみに何分ぐらいがいいとかってこう推奨されてたりとかありますか？まあでも5分とか5分、まあ、10分10分ぐらいかな、でいいと思います、とりあえずは、まず始めてもらうというか、それ以上やるとだらけるんで、まあ、10分そうなんですかね。はい、じゃあ、まあ、まずは朝礼をこう始めていくっていうのと、はい、で、はい、テーマとかは、まあ、もちろんその雑談っていうのもあると思うんですけど、こう雑談がこうやっぱ苦手な方もいらっしゃると思うんですよね。こう、はいはい、何話していいかわからんみたいな方も多いかなと思う、まあ、それこそ実際にこうテレワークしてない方だったりとか古い業界の方だったりとかってするとこう何話していいかわからんなってなった場合は、こうどういうテーマとかがあるかみたいなあるんですか？こういうこうテーマで話すと話しやすいとか、雑談以外の。ああ、そういうことね。うちは、なんか、シートは作ってるんですけど、クライアントさんには向けて作ってるんです。簡単に言うと、その人のパーソナルな情報をどんどん得ていきましょうっていうのを結構推奨してるんですね。パーソナルな情報。はい。例えば、お子さんがいくつなのか、何人いるのか、とか、どんな食べ物が好きなのか、嫌いなのか、とか、コロナ明けたらどこに行きたいのかとか、コロナ前はどこに行ってたのかとか、旅行行ってたのかとか、そういうちょっとした本当にプロフィールを知っていく。だから会社によっては極端な話、名前知らないことになるんですよ。マジですか？名字は知ってるけど名前知らないってあるんですよ、結構。へえ。で、名字フルネームでまずは知るとか、誕生日知るとか、そういうのです。もう本当にそういう本当に些細な、すごい初めてデートした相手に聞くような情報ってあるじゃないですか。そういう情報を意図的に知っていくっていう作業ですよね。これはすごくいいですよ。なるほど。多分コピー自体でそういう話なんかしづらいじゃないですか。だから個人に仲のいい人は知ってるけども、ちょっと離れてる人とか、まあ、あまりこう喋れない人のことは知らなかったりとかするんですけど、こうやってまあ距離的には離れてるんだけども、そういうパーソナル情報をすることによって心理的距離を縮めることができるので、これはすごく、理にかなったやり方だと思いますね。確かに、下の名前知らないと、まあ、確かにそうかもしれないですね。その名字で呼ぶ習慣がこう会社であったりとかしたら下の名前知らんとか。そうなんですよね。なるほどなるほど。じゃあ実際に、まあ、今日のテーマをこうまとめていただきたいなと思うんですけど、リモートワークをこうしていく上で、まあ、重要なポイントだったりとか、これから始めていく方に向けて、まあ、どういうふうにしていったらいいかまとめていただけますでしょうか。もう本当にツールとかはいろいろあるけど、とりあえず、まあ、ズーム、ね、今、まあ、ズームが一番ね、いろいろ言われてるから、ズーム使いましょうっていうのが一番簡単なので、まずズーム使ってみるということですね。で、あとは朝礼してみる。で、その時に、まあ、パーソナル情報を聞くのもそうなんですけど、前日一日でできなかったこととか、わからなかったことを、そこの場でフィードバックしてもらうんですよ。そうすると、じゃあそこに関して、まず、じゃあ例えばファイルの交換ができなかったら、このファイル使いましょうね。とか、ここに共有ファイル入れときますねとかっていうふうに徐々に改善されていくわけですよ。で、一気にそのリモートワークの体制を整えようとするのはもう今からは難しいし無理なんだけど、とりあえず無理やりにでもリモートワークの場を整えてしまうと、結果的にリモートワークになっていくからの体制を整っていくから、まあ、要は泳げなかったら水に放り込めっていう理屈ですね。整えようっていうのはもう今更無理ですから、間に合わないですから、はい。まずは飛び込んでくださいっていうのが今回お伝えしたいことですかね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。では実際に、まあ、これ見ていただいている方も、これからこう、まあ、リモートワークだったりテレワークを取り入れる方は、まずまあ朝礼をぜひやってくださいという形ですね。はい。ありがとうございます。ではですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。